さあ時は満ちた。パレードスターを見るときは部屋を明るくしてなるべくテレビから離れ、運命の瞬間を待つといい。さてさてさて、みんないよいよだよ。ついにレイラさんと二人で幻の大技に挑戦する日。一人ぼっちで泣いた夜、何度も諦めかけた。でももう大丈夫、私が欲しいのは勝利の涙だけ。勝ってから泣け泣け泣け。誰も探してる夢はきっとある。どこかにある願いがいつか叶うまで一人じゃない。最後までやれると言ってたね。きっと私たちは死なないわ。必ず成功してみせるから。時は満ちた。ステージに選ばれ、幾多の試練を乗り越えた者よ。今こそ幻の大技の全てを明かす時。その揺るぎない自信を持って挑むがいい。幻の大技とは政治のせいがいるんじゃない。二人の前に。え、そうだろうな。幻の大技にはプレイヤーの絶対の自信が必要だ。絶対に死なないと答えたことによって二人は今ステージに認められたんだ。じゃあもし死を恐れないと答えていたら。ステージに見放され、明日のショーをキャンセルするか、それとも無謀に挑んで。それが幻の大技。すごい。想像していた以上だわ。レイラさんは明日に備えてしっかり肩を休めてくださいね。私はもう少し練習しておきますから。わかったわ。ミア。はい。明日のステージ構成で提案があるわ。演出部でディスカッションしてくれる？はい。動き出したな。いよいよ明日、レイラ・ハミルトンとソラ・ナイギノによって幻の大技が復活する。よし、その高さとリズムをキープして。レイラさんの案だとこの後トランポリンに移ります。出番まではこっちのゲートで待機してください。アンナー。お、みんな来てくれたんだ。そりゃそうよ、じっとなんてしてられないわよ。幻の大技ってすごいっすか。俺はアーロンに言われた装置を作っただけだよ。ワンツーギャー。もっと高く高く。久しぶりだな。
バンクーバーのフェスティバル以来だったかね。ええ、明日からアジアへ長期出張でね。あまり時間もない。要件は手短に頼むよ。明日のレイラのステージをぜひ見に来てください。ん、まあなるほど。カレイドステージを売却する話なら聞いている。だが私に何とかさせようという腹積もりなら残念ながら諦めた方がいい。僕とあなたは似ている。ん、僕は父の目指したカレイドステージを取り戻そうとしながら結局父の思いを何も分かっていなかった。いや、分かろうとしていなかった。あなたもレイラの思いを知ることから逃げている。逃げているだと？私が？僕は親鳥がいなくなった巣からいつまでも飛び立てずにいた愚か者です。そしてあなたは娘が自分の懐から飛び立ったのにそれを認められずにいる愚か者だ。レイラはもうあなたの力を借りなくても高く力強く飛ぶことができる。彼女はそれをあなたに見てほしいと思っているんだ。それなのにあなたは目を背け続けている。お父様、今日の私のステージはどうだった？お席はご用意してあります。お母さん、おはよう。そう、明日の夜なんだけどごめんね、連絡ギリギリになっちゃって。本当？夢は？ああ、席は大丈夫、招待席があるから。どう？痛みは収まってる？ええ、これなら明日も大丈夫そう。不思議だわ。え？いつもステージの前は緊張するものなのにこんなに静かな気持ちで、ただ明日が待ち遠しい。医者としては到底ショーの出演を認めるわけにはいかないけど、あなたのファンとして明日のためにできる限りのことをするわ。ありがとう、ケイト。ソラ、頑張ってる？嘘、片手だけであんなに。あ、乗せた！すごい、すごいよソラ。ソラ、こっちももう準備は万端よ。うん。レイラさん、そしてその後出演者は全員一旦はけて幻の大技へと進みます。お二人の特別ステージはあちらになります。父を送り出したあなたの気持ちがやっとわかった。ステージに選ばれたプレイヤーは幻の大技に挑まずにはいられない。誰にも止められない。ああ、絶対に怪我人の出ないカレイドステージをどんな手を使っても成功させるつもりだったが、結局全てを失ってしまった。まだ決まったわけじゃない。なるようになるさ。お前の好きなようにやればいい。もともと経営的なことはアーロンにやってもらうつもりだった。いや、やはりカレードステージはあんたのものだよ。あんたの無茶なやり方が空をここまで育てたんだ。俺は何にもしてない。あいつが勝手に突っ走っただけだ。いよいよ明日なんだね。うん、ちょうど明日の今頃かな。幻の大技、私とレイラさんで絶対演じ切ってみせる。練習よりもブランコが長いわ。タイミングに気をつけて。はい。私たちの力で
幻を現実に変えるのよ。はい。一つ聞いていいですか？何？もし昨日フールが私たちの資格を認めてくれなかったらどうしようと思ってたんですか？考えてなかったわ。考えてなかった。ええ、当然フールに認められるものとばかり。でも確かに普通は考えるわよね。ソラは？あ、いや、実は私も。二人とも笑ってる。ソラ。あ、はい。お客さんだよ。はい。ソラ。お母さん、お父さん、ユメ、元気だったかな。ああ。招待ありがとう、ソラ。ううん、お礼言うのは私。わざわざ来てくれて私たち嬉しいのよ。だって以前のソラだったらわざわざ呼んじゃって遠慮してたでしょ。ああ、そうだね。宿泊費を気にしてオーディション当日の飛行機を選ぶやつだからな。そうだったわね。かえって心配だったわ。いや、大丈夫かと。ソラ、なんだかすごく生き生きしてる。自信があるってことだな。うん、だから絶対二人に見てほしかったの。もちろん夢にもね。もう二人いるでしょ。あなたには四人の親がいるのよ。みんな見守ってるからな。レードステージの売却の話、もう一度考え直してください。もう済んだ話だ。ミスター・ケネス、それならわしが買い取るかな。何？あんた一人でか？バカな。冒険を恐れる者は人の後ろを歩くしかないぞ、小僧。しっかり押さえててね、ソラ。はい。幻の大技が成功したらまたお客さんが戻ってきます。そうね。そしたらまた素敵なステージを作りましょうね。子供も大人も喜んでくれる本物のステージを。おお、ケイト、どうだった？ソラたち大丈夫よ？そうか。聖一、恐れを知らぬ愚か者の前に未来の扉は開かれる。命綱ないんじゃない？嘘。じゃあ押した。やっぱ最高のステージをレイラさんと一緒に。
ろ。なんかゾクゾクしてきた。あんなに遠いのにすぐ近くに感じる。魔法みたいね。行くわよ、ソラ。はい。レイラさんだけを見て。いらっしゃい、ソラ。レイラさんのところへ。何者にもひるむことのない命の輝き、それこそが幻の大技。そうか、幻の大技とはただ危険な技というだけではない。死を寄せ付けないほどの強い命を表現しているんだ。ある、見る者にまで生きる力を与える。それが幻の大技だった。俺ごときが邪魔できるはずがない。ソラ、戻るわよ。はい。風のせいで予定よりブランコが遠いわ。思いっきり行くわよ。わかりました。意味が分かったよ。ユーリが、お前はもう私の力を借りなくても自分の翼でどこへでも飛んでいけるんだな。お父様、肩を痛めたのか。ええ。ひどいのか。少なくとももうカレイドステージに立つことはできないわ。え、嘘ですよね。本当よ。そんな、だってケイトには言われていたのよ。でも私はこのチャンスを逃したくなかった。最高のステージをあなたと演じて最高の喝采を受けた。これ以上のラストステージはないわ。でも私は、ソラ。Thank you.
ソラ。ソラ、しっかりして。できません。無理です。私は、あなたと幻の大技を完成させるためなら、どんな代償でも払う覚悟で臨んだわ。ソラ、私と一緒に運命に挑戦すると言ったわよね。その言葉が本当なら、立ちなさい、ソラ。ソラ、これからはあなたが私の夢になって。私の夢になってよ、ソラ。私がテーラさんの夢。そう、あなたならなれるわ、真のカレイドスターに。真のカレイドスターに。はい、カレイドステージファンの皆様、こんばんは。監督の佐藤純一です。どうだ、皆さんおすすめの26話でした。いかがでしたでしょうか。ここからは、スタッフおすすめ話数を振り返ろう企画の後半戦です。はい、はい。スタッフの振り返りトークをやってまいります。では、今回26話選んでくださったのが、はい、音楽の久保田美奈です。よろしくお願いします。そして先週に引き続き、はい、キャラデザイン創作官の大井崎です。お願いします。よろしくお願いします。今日もこのメンバーでお届けいたします。さあ、はい、ということで、はい、はい、あ、これ言わなきゃ。この配信はカレイドさん20周年のものすごい感謝祭の企画して配信しております。特設ページもございますので、概要欄チェックしてください。はい、必要なこと言ったね。お願いします。モレツは言ってね、忘れるから、はい、ね、台本持ってこなかったそういうそういうとこだと思うよ。すいません。はい、じゃあ久保田さん、今回26話を、はい、先週1話に引き続き、はい、26話を選んだポイントなんか教えてもらっていいですか。やっぱり一個集大成ですよね。なんかこの、うん、あの技が完成して、そして空が、そう、テクニカルにもそしてメンタルにも成長して、でそれはレイラさんも同じだと思うんですよね。一つレイラさんの中でも一つの成長、なんかその辺が私本当にグッときちゃって、
本当に見るたびに感動しちゃいます。当然ね、あの幻の音楽の、あの幻の大技の音楽作ってくださいっていう時は何も知らずに作ってるわけですけど、はい、そうなんですよね。こんな話だと、まあ、分からなかったですけど、まあ、誰も知らなかったですね。あの当時は私も知らなかったですけど、まさかこういう形になるな。そうですよね。でも本当にいい話ですよね。本当に、うん、このなんか努力が本当に報われて、努力することが本当になんか素晴らしいって思わせてくれる、なんかそんな回ですよね。全部そうですけど、でも特にこの回はなんかそうだなと思ってて、なんかちょうどその前半戦のいろんなごたごたがあって、うん、全員がみんなちゃんとこう前を向いて、うん、さっき進もうって話、うん、なんかちゃんと振りになってるというか、そうですよね、家族の話でもあったし、そうですね、そうですね、ですね、うん、音楽的にもなんかこれを見てやりきったみたいな感じになったりするんですか。なんか 見ると本当に救われた気分というか、あの割となんかあの視聴者の感想近いんですけど、音楽作った人的な何かないんですなんか、あ、そうですね。でもやっぱり崇高さとかその高みを目指す感じっていうのは絶対にその取り入れたい、音に取り入れたいので、あの曲のそのまあおそらくね、小さい細かい技っていろいろやってるんですけど、オーケストラの中で、でそういうのはまあ基本的には放送中っていうかオンエアに乗ってセリフが乗ったりいろいろすると聞こえなかったりするんですけど、そういう細かい技は。でも私はそういうとこ絶対に手を抜かないぞと思っていて、そういう細かいところが本当にその細部に宿るじゃないですけど、その美しさの象徴になると私は信じていてだからそういうところがなんかあのちょっとあのまあそれってカレードスターのその真髄というか、そういうところにも通じるし、あのそういうところがなんかこう視聴者に伝わって皆さんがそこいろいろ感じてくれるのかなと勝手に私は思います。確かにつながる感じありますよね。その努力が報われるもそうですけど、うん、見えないところでね、鉄球で特訓したから観客知らないけれどもそうですよね。だからそういうところだと思うんですよね。本当にいろんな、なんか細かいめどくさいこといろいろやっているんですけど、うん、まあそれはあんまり聞こえないんですよね実際は。だけどそういうところをやることによって本当に曲の美しさとか、あのいろんなことがこうなんかこうまとまってちょっとワンランクアップして聞こえるっていう感じになると思うんですよ。それが、まあ、絵と一緒になった時に相乗効果を生むのかなと思っています。確かに ね26話までのシーンと一緒に音楽が結びついてるから、それとともにどんどん積み重なっていくから気持ち、そうですだから同じ曲かってんだけど、うん、なんかもう気持ちが最初と全く違う感じで聞こえてくるから、いろんなものも込み込みでこうなんかすごい熱いそうになって聞こえてくる、それがとてもなんかこう、うん、気持ちがありがたいです。カレードスターの音楽ってなんかそのカレードスターの音楽なんですよね、言い方変ですけどあの分かりますから、そのどの作品に使ってもいい感じじゃないんですよ。なんかあ、もうこれって感じですよね。そうです、うん、もうだからそのみんな音楽聴いたら好きなシーンが思い浮かぶし、うんうん、もう今回も26始まったらその時点でシンデレラかかっててピアノバージョンからかかってて、もうスイッチが入るみたいになるじゃないでしょそうですよね。それは、ね、狙うんですか。狙ってないんです。狙わなくて、うん、またあの久保田さんが、うん、あのなん自分の表現をした結果そうなってるみたいな。そうです、割とそういうところが多いですね、うん、あのあと、ま、実際どの曲がどういうふうに使われるかあんまり分からなかったのもあるから、とにかく全力を尽くすと、そうです、ね、全てにおいて、まあ、聞いても何の選挙も返ってこないような状況で作ってるわけですもんね。なんかこれってってちょっとそうですよね、質問できない。オーダーの、ね、タイトルとは違うところで使われてるから。そうですね。特訓って聞いたら鉄球とかなんですよって言われて、音楽を音にしろって言われても、音楽的にはだもんね。なんてそうなんですよね。でもあのなんか音楽が多面的であればいいなって。
っていうふうにはいつも思って、それはどんな作品でも思っていて、そのいろんなあの音楽がいろんな側面を持っていることによって、どういろんな表情でだから違うシーンにつけてもちゃんと、まあ、意味があるという、はいはい、意味を見出せるというか、なんかそういうふうになればいいなと思っていつも作っていて、なんかその辺はなんかあのいろんなところにだから違う意味合いで見えたりもするし、この曲つけることによって逆のこともあるしとか、あといつも言ってるんですけど、なんか気持ちがね 100% のことってあんまないなと私は思っていて、 100% ハッピーとか 100% 悲しいとかあんまりなくて、ハッピーだけどちょっととか気になってるとか、ハッピーだけどかなり気になってるとか、ちょっとこう引っかかってるとか、なんかそういうのが、まあ、人間の気持ちってそういう感じじゃないですか、そのグラデーションだと思うので、なんかその辺をうまいことをいろんな曲でこうちょっとずつ変えていくっていうのができたらいいなと思ってて、でそれが多面的に聞こえる音楽っていうのにもつながるかなと私はなんとなく思っていて、うん、それはサブさんだからそういう感じ取ってるからこそ、うん、この曲ここで使うんだとか、うん、意外とこういうなんか楽しそうじゃないし、うん、だけどちょっと美しい曲が流れるとか、うんうん、でもちゃんとハマるしっていう、うん、いろんなところに使えるし、それは多分無意識、多分サトシさんが理解してる。で、基本的に切ってる時って結構音楽聴くんですよね。あ、はいはい、ヒントになるので。なるほど。なんかそのカット割りとかが音楽聴きながらやるのと聴かないでやるのでやっぱり変わってくることあるので、あ、そうなんですね、結構聴くんですよ、うんうんうん、でその映像のイメージの相当やっぱりガイドにはなりますよ、ね。ああ、そうなんですね。うん、それはよく思います。あ、そっか。じゃあそのちょっとはお話のなんか助けになってます。そうですね。なってます。なってますし、なんですかね。さっきのそのおいちゃんが言ったみたいに、うん、意外なシーンに意外なという意外じゃないかもしれないんだけど、うんうん、そうじゃなくてもいいシーンっていうのがあって、その。選曲さんは山田さんという方がやってくれているんですね、はいはい、最初ね5、6話ぐらいまでは一応音楽はここに入れますっていう指示と、はいはい、まあこんなイメージ曲ですってやってるんですけど、後半も山田さんに結構お任せにしてて、はい、山田さんのイメージつけてくれてるんですけど、はい、例えばこの、配信の前なんですけど、はい、あれは13話だ、海で特訓して、サメに食われても知らねえぞみたいなことを言いながらこう特訓してるやつで、船のへさくに、へさくにレイラとソラが立って帰ってくるんですよ、はい、ここから、はいはい、その時に俺のイメージとしてはそれこそチャレンジ4はいはいはい、一番すごいちょっと戦いに行くやつで今回聞いてるんですけども、うんうんうん、山田さんはそこを綺麗系できたんですよ。なるほどね、見ていただくと分かりますけど、はい、したらそれがね、あそっちかもってやっぱ思うんですよ。なるほどね。そう、絵はだから全然違うイメージ作ってたんだけど、うん、音楽を当ててみたらあそっちいいですねってなることって結構あって、うんうん、そうか、じゃあいろんな面であれなんですね。だからその多分その綺麗な曲で、僕がこう感じていなかった、うん、その2人のこれから向かっていくみたいなやつがちゃんと入ってたんですよ、うんうん、はい、の中に。そういうところ、そっか、その選曲の山田さんにもなんか感じ取っていただけてたかもしれないですね。だから、だから後半の方っていうと、うん、そんなに句が、具体的にイメージをしたものと違うことってもうちょいちょいあったりもしたんですけど、うんうんうん、まあ、まあそれはそれですごくよくて、ね、だからと第三者のまたね目みたいなのが入ってきてると思うんですけど、ね、はい、あ、そうですね、うん、これなんか結果的にすごいね、うん、心に残るシーンがたくさんあるの、やっぱ力ありますよね。ありがとうございます。この回は、うん、26話は、うん、シンデレラがね途中流れるんですけども、はいはい、ピアノのねシンデレラなんだけど、丸々一曲全部使って結構長い曲なんです、はい、オーケストラ版のシンデレラはそんな長くないんですけど、はい、ピアノ版はさらに後ろにちょっとつけて長くなってるんですけど、それが
ほぼ丸々フル尺で使われていて、結構これは珍しいことというか、一曲全部流れることあんまないじゃないですか。そうですね、どうしても編集をしなければいけないこともありますからね。でも こんなに何かたっぷり使われていて本当にびっくりしました。ありがたいし、でも何かあ、なるほどな、何かこれでちゃんと何かお話になってるなって思ったんで、嬉しいです。これもやってみたら奇跡的にそうなるってこと多かったりするんですけれども、前長い曲を試しにこう当ててみると、その例えば転調したりとか調が変わった、少しテイストが変わった時に、いい感じにシーンが変わったりするんです。たまにありますでしょ。ぴったりハマるって、シーン展開とちょうど被るんです。そう、あれあったと思って、なんか狙ったかのように、これが計算したように見えちゃうな、これって思います。でもそれなんかたまにそういうことありますよね。結構あるんですよ ね、うん、ね、なんか音楽で、作る時のそのなんかこう、この辺でこう振っていきたいなっていうのと、絵を作ってる時のこの辺でふっと展開したいなっていうなんかリズムが多分近いんですよね、生理的なものがね。ちょっとそういうところがあるんですね。だからすごくなんかこう面白いっていうか、まあ、カレードスターにの、ね、音楽に関しては、1曲の発注で3曲ぐらい作るみたいな発注なので、ちょっと必ずしもそうでもないかもしれないですけど、1曲の中でそうですよね、3曲バラして使うということありますね。サントラをお求めの際には必ず頭だけ聴いてもこの曲かどうかわからない。そう、最後に行くと、あ、3曲分詩も入ってたって、後半からあ、ここ聞いたことあるみたいな。そうあ、探してた曲はこれだったみたいな、あるので、ぜひ最後までお聞きいただきたい。聞いてください、サントラもお求めやすい価格で、そう、今は安定供給されておりますので、ね、はい、一家に一枚あると。そうですね、CM 特訓の時とかに使うとちょうどいい。あ、そうそう、奮い立たせるための音楽としてテンション上がりますよね。ね、そうなんですよ。他にはなんかあれですか、音楽的に言っときたいことありますか。なんかファンの人から、そうこれランキング、ね、一応ね、ランキングを、途中経過、これまで人気投票、ね、の曲をツイートしてくださいみたいな求めたんですけど、その結果一応出てまして、一応この時点で途中ですね、現段階でね、まだ結果発表にならないからですけど、今現段階のランキング、いきますと、1位が、チャレンジフォーフューチャーですね、おなじみカレンジスターといえばこれ、っていう曲ですね。2位がロミオ&ジュリエット、おなじみの曲ですけれども、1話から、1話見た後だからこうなってるのかもしれない。あ、そうですね、あ、そこがちょっと引っ張られてるかもしれない、だから今週やったらみんな幻の王座とか言い出す。そうですね、確かに。あとは3位にね、ママと私っていう、割と親子シーンとかにね、そうなんです、マリオンとかドラマだけど、に出てくるやつが入っている、はいはい、っていう感じ。そして続いて4位がロングエイトザトップ、そうですね。で5位にローラーコースタースピード、これローラーコースターの速い方のやつだっけ。そうです、空が1話で泥棒を追いかけるときに、すごいアクションシーンに入ってるやつそうですね。で、この後オルゴールの思い出がね、6位に入ってくるっていう流れになっておりまして、なんかシンデレラが入っていない現象が、多分ね、10曲の方に入ってるんですよね、はい、まず最初に私がおすすめ楽曲を選んだんですよ、10曲、はいはい、でその他にまああまり実際あんま演奏今までねしてこなかったけど、でもみんなに聴いてほしいなっていう思う曲を22曲選んで、でそれはこの中に入ってるので、なんかがっつり代表曲みたいなのはその最初のおすすめに入っていて、これは多分みんなあんまり知らないかもしれないけど聴いてほしいなみたいな曲を選んだので、そのスタメンよりちょっと外れてる曲で22曲が構成されています。なるほど、はい、でもぜひぜひ本当聴いてほしいし、まあ結構
なんか馴染みのある曲も多いと思うんですよね、うんうん、だからちょっとこの感じで皆さんに何が聞きたいか、ね、うん、もうちょっとそうですね、どしどし応募していただいたらね、そう、そうそうそう、なんかいい、ね、音楽祭の時に何かね、音楽祭でこれね、なんかプログラムで参考に反映というか、そうですね、うん、参考になるかもしれない、そうですね、うん、で多分そのもし本当にコンサートできたら、うん、この順位をね発表したりとか、そういうコーナーもやりたいですよね、いいですね、うん、そうそう、面白い、皆さんの参加がやっぱりね必要ですからね、はい、そうです、そうです、それが全てですから、はい、はい、そうそう、ぜひなんか投票していただきたいなと思います。私もみんながどんな曲好きなのかあんまり分かってないので、はい、まあ、結構これ、まあ、1位はそうですけど、うん、 それうん、その下が意外じゃ意外な感じありますよね、ね、まあそのスタメンが外れてるっていうのもね、ちょっとあれなんて、そうですね、なかなか分かりづらいかもしれないですけど、はいはい、そうそう、でもスタメン曲も皆さん、うん、なんかあれ、あの10曲もどれが一番人気なのかとかも私も分かんないんで、そうですね、そう、本当に分からないまんまずっと やってるし、でもまあ20年間分からないところが本当のところかもしれない、そうですね、そうそう、そんな順位なんてそんなって思ってしまうかもしれない、全部いいんだよみたいな嬉しいです、はい、でも結構そうですね、まあ、1年間と、うん、通して使ってもらってる曲がたくさんあるので、うん、タイトル分かんなくてもね、なんか耳残りが良かったりとかありますから、そうそう、うん、確かにね、まあ、ヒントで、うん、出てくるヒントで言ったらチャレンジフォーフューチャーはやっぱり多いある、ね、あるし、うん、好きなシーンもね紐づいてるでしょうし、ね、あ、そうですよね、だからあのシーンが好きだからこの曲が好きみたいなのも多分あるでしょうから、うん、はい、そういう意味では確かにどのシーンがみんな好きっていうのもよく知らないっちゃ知らない、我々もね、そうです、あんまりそういう人気投票的なのってやってきてない、何話が好きみたいなこと過去やったことあった、あ、どうすかね、あったかな、ない、あんまり、ないかもしれない、意外とないかも、キャラ、いわゆるキャラ人気的なのもあんまりやったかな、 あ、キャラ投票、一番大好きなキャラクターっていう、あ、まあ、よくある、よくあるやった、ね、そうですよね、まあやってもやっおかしくないけど、やんなくてもまあもう別にそうですね、今更やったところでもありますけど、どうしても今切実に知りたいかっていうとそうでもないじゃん、まあ多分そうでもないんですけど、全員好きですね、ね、そう、そこはあんまり優劣つけたくないんだけどそうです確かにあんまりそうでやってないかも、確かにそういうなんかまあ投票系は意外とやってなくて、うん、そうですね、でタイミング逃しちゃうとやらないもん、そうそう、まあこのご時世でセンスあるからできるけど、そう、当時はね、はまだなかったからあんまりそういうのは、うん、そうですね、そうかも、あ、なんかもしね、そういうのもあればなんかコメントとか、あ、そうですよね、うん、はい、そうそう、ハッシュタグつけて、ね、そう、ハッシュタグカレードスターで、ハッシュタグ忘れないようにです、忘れないようにしてつぶやいてもらえると、うん、スタッフさんが集計してくださってるので、ね、見やすくなると思います、はい、はい、ぜひぜひお願いします、別に1人何秒入れてもいいんだよね、だからね、何秒入れても大丈夫、関係ないですよね、うん、大丈夫だと思います、結果22票入れましたとか、ね、1票ずつにおーって連打しながら1人で出ましたでもトレンドに上がる可能性がついてるかもしれない、そうですね、うん、それもそれでというということで、はい、いいのそれですね、はい、全然公平じゃないそうでしたね、そう、さあそれでは、うん、そろそろあれかな、次のコーナーに行く準備、うん、しますか、うん、カンペが、そうそう、あのね、コメントを拾ってこうぜコーナー、質問、はい、質問コーナーに進みますので募集お願いします、ああ、質問、そう、みんなの質問に答えていくっていう質問コーナーが急に始まるよだからみんな質問するといいよいいよコメントいただけると、そうですね、そうそうそう、なんかコメント拾って質問に答えていくというコーナーですね、そうです、はい、まあ、音楽のことなんかとかね、もし聞けたら、
あれなんです、あの全然違う話なんですけど、はい、どっかで応援コメントで品川瑞希さんっていうさ、実際にシルク・ド・ソレイユで、はい、リボンを作った、はいはいはい、演技やってる方がいらっしゃって、あの方はカレイドスターを見て、すごいにやりたいっていうんで、もう本当にカレイドスターになったんですね。 いらっしゃって、もうそれこそ単身渡って、でまたマジ空な人がいたって感じ。私インスタ拝見しました。すごいですね。そうなんですよ、ね、コロナの時期にちょっとね、はい、日本に帰ってらっしゃったんですけど、はい、でもカレーズスターを始めた時に実は空中ブランコをやってらっしゃる、はい、高校生の女の子、ああいましたね、はいはい、方がいらっしゃって、はいはいはい、でその方にインタビューを、僕は行けなかったんですけど、うん、この人とこの人吉田玲子さんが、はい、一緒にインタビューいらっしゃってて、はいはい、話を聞いたんですけど、うん、その方結局そのフランスかな、うん、のサーカス学校に行かれたんですか、はい、で実際にパフォーマーになって、多分今向こうで、はい、むしろ教える側に、あ、なるほど、後進を育ててらっしゃる、まあ、20年前ですよね。そうそうそうなんですけど、そんな方がいらっしゃって、なんかすごい人いっぱいいるなと思ったんですけど、その最初久保田さんいろんな人の人生を狂わせてるんですでもこれ見てってなんか本当嬉しいですね。そのなんかこれカレイドスターきっかけでブラウンを目指してブラウンになったみたいな人もいましたよね。ああはいはいはい、はい、ちょっと詳細は分からないですけど、なんかその話も聞いたなと思って、はいはい、すごい、後悔してないといいですいや本当すごいなと思って。ラジオの経緯は質問が質問ですね、はい、ラジオの経緯、ラジオの経緯、ラジオの経緯はね実はよく知らないです。あ、うん、ラジオは、うん、気がついたらやることになっていて、はいはいはい、本編終わってからですもんね、ラジオ始まったのは。そう、今っていうぐらいの感じのところで始まって、スゴラジね。そうです、はい、まあ、その件の立ち上がりの話は、うん、まあ、よく聞くと面白いんですけど、それはヤマケン氏、ディレクターのヤマケンさんがそう、いろいろ、まあ、何度か喋ってくれてるんですけど、うんうんうん、その人に今度いつか語ってもらうと、ね、そうですね、なんか、うん、そういう機会もきっといつかあるでしょう。まあ、これが本当に本編終わった後もね結構盛り上がってたんで、うん、しばらく、うん、まあ、俺は全然知らずに、だからもう1話の、1話というか第1回を聞いた時に、うん、今回ね、見た名セリフでレイラさんのね、うんうん、私の夢になってよっていうやつがあるんですけど、あそこの夢の部分を空欄しちゃって私の丸々になってっていうまさかそこいじってくるとはね、そうのあって、大原さんがその第1回の放送を聞くとめっちゃ本気で嫌がってて、ね、絶対やりたくないっていう空気でやってるんで す, そ, んです、ね、その時には大原さんの方に肩入れして気持ち分かるなって思ってたんだけど、うん、その配信がものすごい視聴者数、初回配信がすごい反響がすごくて、めちゃめちゃ反響があった。次ぐらいから大原さんも少しノリノリ良くなってきたっていう。なるほど、いや絶対お客さんも絶対こうね、まあ、はいはい、じゃあって絶対来るよと思ってたらしいんだけど、うんうん、いざ配信するとすごい好評で、うん、そういうことなんですね。そのなんかね、そういういじってもちゃんとさ世界観を崩れないというか、はいはいはい、あ、みんな好きだからこういじるっていう、それをで盛り上がろうっていう感じが最初からあったので、多分それをこうちゃんとファンもそうヤマケンも分かってて、なるほど、そうそうそう、まああったかいですよね、そういや本当そうですね。なんかそういう判断意外と我々できなくて、うん、これちょっと大原さんに言わせるのはって思っちゃうんだけど、はいはい、その中客観的な面白がり方みたいなのは、勉強になったって別にラジオをやるわけじゃないけど、うん、なるほどねと思うところですよね。だから本編がとなんかこうしっとりしていても、ラジオはガチャガチャは全然ありだなって思うように。そうですよね、そう、そうなんです。あ、次の質問です。幻の大技は2人でやると決まってました。え、それはもう幻の大技自体は、2人の技だっていうのはどっかの時点では決まってますね。へ、うん、最初からかどうかは分かんない。そうそう、まあ、後半の途中ユリのお父さんが、ね、うん、別のパートナーとやってて失敗したって過去も前の話であるし、うんうん、途中盤ぐらいからなんとなくペアでやる技
まあ、なんだろうなって思いながら、あのレイラさんもうこれこっちの絆が強くなってくやつだよね、うん、もう有利とか取り合うとかはないなこの辺がもうどうでもいいなっていう、そうそう、まあ、この2人の物語だよねって分かってきたらもうやっぱり最後2人だよねってやっぱなりますよね、うん、どっか割とそんなに遠くないっていうか、うん、初期の頃ぐらいには割とそのイメージは、そうですね、なるほど、もう空とレイラの話じゃないって話ですよね、うん、一夜見るとね、空がユーリさんの子見てポッとなったりしてて、なんか、ね、かっこいいとか言ってますもんね、素敵みたいになってるけど、うん、別人だもんね、あんな風になんないよ空って思うもんね、もうそうですよ ね、 見るとね、いや、ユーリの変わりも面白いですもんねそうえ、あの、剣は変わらなくね、空可愛いなっていうのがずっと変わってるけど、うん、ずっとそうですよね、ずっと純朴な純朴なのが変わらないですけど、そうなんです、あ、次の質問です。制作当初からどこまで決まってましたか？幻の大技とかストーリー、はい、幻の、まあ、第1シーズンというか、あの26話までとの流れとしては幻の大技だし、うん、でその後、その新たな翼の結末をどうしようかは多分全然決まらずにスタートしてて、うん、天使の技っていうのが途中から見出してる、うん、あ、後半戦は本当にその、ね、最初から決まってなかったので、そう、もうストーリーの落としどころも全然見てないし、うん、その天使の技とかその本当にその場その場で、確かにこのままもう本当にそのライブ感というか、あ、このあと空が、ね、この展開になるよね、終わったらこうなるよねって、はい、うん、本当にその場その場でシミュレーションみたいな感じでそう、やっとなんか突破口を探してる、その場その場っていうと聞こえ悪いとちょっと近いんですからね、うん、いや、でもちゃんとつつまが合う、そうなんです、それが、うん、でレイラさんがさ第1期で肩を壊してもうステージ立てないわって言ってるから、うん、第2期はそもそもね、うん、出ない、うん、前提で座っちゃうんだけど、はいはい、もうやっぱレイラさん出ないとしまらんわって言って、うん、みんなだ、そうですよね、みんなレイラさんのこと大好きだからね、そうなんで、あの途中でレイラさんのところに行ってみたけど、いやもう全然足んないって言って、もうレイラさん来てもらおうってなるそっか、どんどんその辺はこう修正しな、軌道修正しながらどん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 行くってことですね、そう、キャラクターが出来上がってるから、なんかそのキャラクターを会話させてみたら、うん、次の展開が見えてくるというか、そうですよね、確かに、まあ、本当は26話で2人のなんかで、ね、関係じゃ終わってるかなと思いきや、うん、やっぱ会話して7品作ってみると、うん、その先がまだ決着したい何かが見えるみたいな、うん、そうですね、レオンっていうキャラクターとね、うん、まあ、メイっていうキャラクターを用意したわけだから、うん、これで走れるはずじゃん、うん、本当はね、本当は、うん、でもレオンじゃ、レオンじゃやっぱり最後にもう天使悪魔だと思ったら天使になって終わるぐらいの、イケメンキラーの末路が面白くて、もうね、そうですよね、なんかそういう意味ではイケメンはそんなに順位を本に来たわけではない、それは多分佐藤さん的にあんま興味ないんだろうなっていう、そうなんですね、あの俺がやると大体あの男キャラがあの影が薄くなるっていうのはまあよくある話なんですけど、女の子がやっぱり頑張って輝く話ってことですよね、好きなんでしょうね、ね、まあ、それはしょうがないですね、うん、でもそれはさ、少女たちからすると本当にすごい道しるべだと思いますよ、ね、うん、だからそれを見て、元気が出るっていうのって、なんかその、あのマッチョな男が頑張ってね、うん、あの幻の大技やりましたっていうよりもそうですよ ね、 ね、うん、傷つきながら本当に頑張ってあの技を完成させて、そうでしょう、達成感まあ、まさにコースもあの当時そういう感じだったから、ね、この華奢な人が分かるじゃん、あそこでね、あのこの人が作曲家ですってそういうことをズジーンって来られたらでっかい人がどんな曲作るんだろうなって、プロレスみたいな曲になるのかなと思う、でもなんか安心感はあったかもしれないですね、私は本当にあの大丈夫かなって思われ第一印象思われるキャラなんですよ、あ、はいはい、あのちょっとなんかちょっと、まあ、昔は本当に童顔だったし、うん、あのまあちょっと体も小さいのでなんとなくこう頼りなく見ちゃうみたいで、あ、大丈夫ですよあの私ちゃんとやりますからっていう感じであの大丈夫感を醸し出すっていう
からね、その全然知らない時点で発注してる時に、まあ唯一あの、まあ、この間も言ったかもしれないですけど不安があるとすれば、特訓の曲とかどうなるんだろう。そうですよね、そう おしゃれになったら嫌なっていう汗臭さとか出んのかな。そう以上に汗臭い曲でした。本当ですよね。絵を見るとね、全然ちゃんと鉄球が歯に当たってる、ね、そうそうそう、見ると、うん、おしゃれじゃないってわかりますね。おしゃれ感ないんだ。うん、なんか音楽つながりで。あ、はい。大変だった作曲、ありがとうございます。一番大変だった作曲。でもやっぱり何かわからないもので、なんかやっぱ幻。もうね、きっかけ何もないもんね。そうなの。何にもわからないまま、なんか。とにかくすごい技ですみたいな、 なんかすごそうだぞみたいな、うん、だからすごそうな曲ですごそうな技に付けたいって言われて、すごいが浅すぎてで、なんかその頃はまだそんなね絵とかもないから、うん、そうだから本当にどうしたらいいんだろうって毎日悩んでた。この絵をもしもらってたら、うん、今の曲になるんですか。なると思います。でもひょっとしたらまたちょっと違うかもしれないけど、うん、でもなんかああいう感じの曲である、あの路線の曲ではありますね絶対に、うん、はい、そうなんですよ。それはでもやっぱ、ね、でもその曲がでもなければ多分あの流れにならなかったかもしれないし、いやまあそうなんです、コンテインの時こう聞きながらやってるから、そうなんですね、結局もどっちもあれではな、うん、だと思いますよ、うん、まあ、ボロシを音楽にしろですからね、めちゃくちゃうちで答えるしかないみたいな感じでめちゃ無理もいいところ。そうだからキャラとかはまだちょっとお顔見れたりするじゃないですか始まる前にこういうのね、はいはい、だけどこの技とかは、ね、動きも分かんないし、分かんないし、もう本当に雲をつかむような状態なので、うん、雲をつかむような曲で正解だったっていう、ね、そうそうそう、まさかの、まあ、最後まで、まあね、視聴者も雲をつかめるような展開ですからねそうですね、うん、最後の質問、最後の質問です。1はどれぐらい時間かけて作っていますか。制作一応どうだ、一話だから時間かけてますよね。だってアフレコの時結構色詰めてたんだ。そうですね、一話はもう多分1年ぐらい前からスタートしてた気がするので、うん、その現場の作画作業もその自分と、キラデのはじめさんと、うん、で作画の和田さんの3人だけでしか作業してないんで、ずっと3人でちまちま。和田さんがその頃はちゃんと夕方家に帰ってたもんね。ちょっとまだちゃんとあのちゃんとした生活サイクルの中で書いてました、ね、なるほど。そうそう、でそこで入ったら、ね、始まっちゃったらもう帰れない感じ。あ、そうですよね。で、まあ、そこで1話でちょっとスケジュール結構使いすぎちゃったので、結局2話以降とかまた、あ、そうか、じゃあ、はい、その後は割と もっと短縮されちゃうってことですか。まあまあアニメあるあるなんですけど、うん、まあスタートは時間かかってだん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 なくなっていって、で最後はもう本当に奇跡のようなスケジュールみたいな、ドロドロになる。まあ奇跡、カレードは本当に特に後半戦は特に皆さんなんかその話よく聞きますよね。なんか本当に、いや、よくできました、大変だった。まあ、久保田さん最初の時点でやってるから富岡製糸場みたいな一番最初に全部やっちゃった感じですけど、我々はねすっかけてやりました。そうですね、でまあ私は9月にもう一回レコーディングあるから、その時にまた思い出して、いや後半のなんかレコーディングもそもそもそのシナリオとか全てがギリギリだったんで、うん、音楽発注のタイミングをね、普通だったらありえないタイミングでお願いするしかなかったわけじゃないですか、うんうん、その時ってどうだったんですか。前半戦なんか自分を立っちゃってた気がするけど、後半はさすがに立っちゃってないので。そうですよね、うん、最初しかお会いしてなかった。最初だけお会いしたんですけど、そうですね、もう絵を作る方でね。後半って作業実期間ってどのくらいだったんですか、音楽って。後半1ヶ月ぐらい。この間でもスケジュール表見たらそんなやっぱなかったですね。結果ない。そう最初だ。そうです。前半も結局ね、そう先週お話したんですけど、結局2ヶ月。久保田さんがね、うん、気がつく前に発注しちゃうぐらいの感じでした。最初の前半で普通だったら怒られるスケジュールだったので、後半ってまだったらもうやばいんじゃなかったのかなと思って。そうですよね。でもなんとかなってたのかな。それがすごいんだよ。そうですね、なんかよくわかんないままやってたし、なんか後半はなんか見た目はね
曲数がちょっと少なかったんですよ。ああ、まあまあそこは多少多分でも、うん、違うの1曲で3曲分とか私が弾いちゃわないように。そろそろお時間に少ないように見かけてで結局同じように最後告知を告知を告知あ告知をなんかありましたっけ。あの今年で一応そうだそうそうそう、あの20周年を迎えるそう、あのものすごい感謝祭の企画をしていて、目玉は、オーケストラコンサートのオークラウドファンディングです。はい、その時みんなで盛り上げたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。でそして、先週もやりましたけどこの後21時から、3人の3人入りサントラが当たるプレゼントキャンペーンがね今週も、やりますので、はい、こちらです。はい、カレードスター公式の X のアカウントをフォロー、うん、キャンペーンの投稿をリツイートしてくれた方の中から抽選で2名の方にプレゼントします。3人のサインが入っています。はい、はいはい、詳しくはカレードスター公式 X をご覧ください。はい、お願いいたします。はい、でこの、配信第3回はいよいよ、おいちゃんのおすすめ話数に、はい、なります。来週の20時からスタートです。そうですね、はい、51話ですね。51話、最終話です、うん、51話、はい、いや51話、はい、半年とります。ぜひ皆さん各自、はい、知らないキャラがいっぱい出てきて、もうみんなでなんかこういい感じになるやつですからね。なんでこの1週間で27枚予習しといていただければ。あ、でも見てなくても楽しめますからね。間、うん。ここは全然。はい。9月30日の20時から、はい、配信した後同じ時間で、はい、やりますので、皆様あぜひお時間ありましたらあのお集まりいただければと思います。お願いします。お願いします。はい、そんな感じ言い忘れたことないですか今私。大丈夫ですか。じゃあちょっとあの時間を押しましたけれどもこちらで今日の配信を終わりたいと思います。大丈夫ですか皆さん。はい、残したことは、はい、大丈夫です。じゃあ来週また会いましょう。はい、ありがとうございました。